過去問、司法書士の過去問を解くときに足別の選択肢を解いていく問題と、それから司法書士の、試験で実際に出る形ですね、選択肢が、例えばアからオまで5つぐらいあって、組み合わせた正解の足を選択すると、この選択肢5つを全部セットにして1つの問題になっている、過去問という、こういう問題に載ってるのがそうなんですけど、がありますね。で、僕はそうですね、足別は解いたといえば解いたことがあるんですけど、足別と、そうでないこの本試験形式の過去問ということで、どちらがいいのかと迷われてるかもしれないんですけど、これはですね、多分性格にもよると思うんですよ。性格に逆らうと結構登っていく、勉強していくのが大変かなと思うので、ここは、流れるままに任すと言いますかね、性格で、その判断の方法なんですけど、よくパソコンとかでデータを保管するときに、ファイル、フォルダありますよね。で、そのファイルを、例えばそのデータがファイル。で、そのファイルをもうそのままずらっと無秩序に保存していると言いますかね。そういう、あるいはもう一個の、なんて言うんだろう、フォルダみたいなのに、ファイルがもう全部ずらっと並んでるような状態ですね。で、必要なデータは検索して取り出すと。そういうタイプの性格の方ですと、足別の方が向いてるのかなと思います。一個一個見ていくタイプですね。で、逆にその、なんて言うんでしょう。ファイルをいくつかまとめて、それをフォルダの、中にですね、まとめておくということで、フォルダをいくつか、作成しておいて、その中にタイプ、種類とかを分けて、ファイル、を保存するタイプの、性格の人ですと、多分こういう過去問1問ですね。で、これに展開されている選択肢を全部見て、勉強するという過去問の解き方の方が結構向いてるかなと思います。はい。で、足別のメリットはそうなんですけど、1問1問をしっかり解くことができるということで、実力はつくんですけど、この問題のですね、過去問ですと選択肢が5つぐらいありまして、5つの選択肢をセットで覚えるんですね。ですから1つの選択肢の他に関係のある、ものすごい神話的な選択肢もセットで覚えてしまう。そしてそれらを比べてどこがどう違うとか、そういうふうにですね、せっかく5つも比較できる選択肢がありますので、その5つを、なぜどう違うかとか、これは答えにならない、それはなぜかとか、セットで、1回で覚えてしまおうという、そういう体系的な理解ですね、そういうのが結構いい、周辺知識も一緒にまとめて勉強してしまおうというか、足別ですとそうですね、一個一個の選択肢をやっていくので結構なかなかバラバラになってるんですけど、正確ですね。ここはちょっとバラバラになってたら落ち着かないという人は、もうこういう、過去の本試験形式、問題が1ページに1問問題文があって、その下に選択肢が1から5とかアから O まで並んでるような問題が過去問では多いので、そういう問題を解く、バラバラでも全然気にならないよという方は、そう、足別の方が向いていて、ちょっとタイプで、タイプといいますかね、種類別に分けて、例えば日付で、何年のデータはこのフォルダにとか、そう分けないと気が済まないという方は、多分こういう過去問の方が向いているのかなと思います。はい、というわけで今日は全く性格で分ける足別とそうでない、本試験形式の過去問の選び方です。気になった方と言いますかね、自分に合う方をぜひ選んでみてください。はい、それじゃあさよなら。